風車山本周五郎1話が正式に決まるまで先方の名は言えぬそうだが北国筋で松平清を賜っている大番というのだから想像はつくだろう何でも政治向きの改革について相当の人物を求めているとのことだ。 はじめは200石だが裁判によって500石まで出すと言っているそんなうまい話ならばなぜ機構が申し込まぬのだそうは思わぬわけではないがどうもこれ相当の人物という柄ではないからなそう言って杉井勝三は自重するように笑った。 とつとつとした話ぶりといかにも好人物らしい笑い声とが金之助の耳に快よくよみがえってくるじっとくなやつだな杉匠ははっゆべの杉勝蔵さ他の連中と違ってあれは珍しく実直なやつだおつゆは聞き流して お汁をししましょうか。もうよい金之助は飯茶碗を置いた北国筋で大判松平といえば加賀の前田であろう家衆の二百石ならそこらの正大名の五百石には当たるまず梶原金之助の鹿口としても安くはあるまいお茶をお継ぎいたしましょうか うん、ついてくれもう間もなく臼杉署が迎えに来るだろうおつゆは金之助の言葉を避けるように食前を片付けて台所へ立った梶原金之助は大阪の与力の二男で出世の道を求めるため江戸へ来てもう2年になる男ぶりも10人並み以上だし剣は諏訪派をよく使うし 学問も週に火出ていたが坊っちゃん育ちでしごくのんびりしていたおじの藤田三右衛門というのが備前池田家のエドルス役をしていて生活費はそこからたっぷり送ってくるから衣食や酒にも事を書か,かぬし身辺の世話をさせるおつゆという娘まで雇ってのんきに暮らしていた。 そんなな調子なので、ににしした浪人た人ちがしきりり出入りする。彼らは金之助のお坊っちゃん機縁を最もらしく拝聴しながら主食にありついたりうまいしか口があるからなどと言っては金を引き出していくのであるもしおつゆがそばにいてそれを抑えなかったら金之助自身がうに貧窮していたに違いない。 彼女はその長屋の家主松兵衛の防災の命であった金之助が長屋へ今日決めると同時に月々の手当を決めて女中代わりに来たのであるが初めから金之助の気性をよく飲み込んで母ともなり姉ともなりつつ面倒を見ていたおつゆは瀬戸の日陰に咲く無名の花のような娘である よく見ると顔立ちも美しくことにその瞳と口元には類まれな魅力を持っていたがいつも人目をはばかるようにひっそりと片隅へ身を寄せているというふうなので誰もその美しさを見つけるものがなかった朝よ一緒にいる金之助さえそれに気がつかないのである人間の目も案外信用のできないものだ。 終わって金之助が立った時北側の窓の彼方でにわかに若い女たちの笑いささめく声がきょうきょうと聞こえた「ええ、うるさいまた騒ぎおる金之助は窓を開けた二坪ほどの小庭を置いて黒塀がずっと伸びているどこかの大名の別所とも思われる広い屋敷で」。 時折女中たちの遊び戯れる声が華やかに聞こえるこちらから見ると塀の中は梅林になっていて今満開の花が風とともに素晴らしい好奇を送ってくるお呼びでございますか金之助の声を聞いておつゆが入ってきたうるさく騒いでいるというのだどうこの大名の別所か知らん 女どもが朝から騒ぐようでは火星が乱れている証拠だぞそんなに声高におっしゃってもし聞こえては悪いございますそれより釣りにお出かけなさいましたらもう杉匠が来るだろう今日一緒に士官先へ目見えに行く約束だからそろそろ文服を出しておいてもらおうか。 おとなしく笑いながらおつゆはひざをついたまま動かなかった金之助はちらとその表を見合って「お前杉昌を疑っているな」「岡崎平馬やのんべやすみたいに杉昌も拙者をだましたと思っているのだろ」「う。バカなあいつは実直なやつだ」ゆうべの話ぶりを見てもわかるし 今ま「で一度ととして迷惑をかけたことがない。でもゆうべは重両を持ち帰りなさいました」「二」「あれは目見えの引き出物に使うのでこんな場合の慣例なんだ」「水晶もできたら自分で過ごしたいのだが」と言っていたではないか。 路地の表に岡崎様が待っていらしたのをご存知でございますか。おマがはい。ご一緒にお帰りなさいました。金之助は眉間を一本やられた感じだった。岡崎平馬なる老人は他の連中と同じようにこれまでたびたび不義理を重ね、今ではここへ足踏みのできぬ男である。 それがゆうべすんい活動と組んできたそれだけで事情は明白なものだ仕方がない釣りに行こう金之助はブスっと言った道具を出してくれはいもう揃えてございます餌はどうださっき買ってまいりましたじゃあそのあれだあ,あ出かけるぞ おつゆの唇が美しい微笑を刻んだ。とその途端に裏の屋敷の方でわーっと強制が上がり同時に窓からバタッと何か飛び込んできたかと思うとガラガラガラッと茶道具を散乱させ襖に当たって金之助の足元へ転げ落ちたまあおつゆはびっくりして飛びのいた突然のことで金之助も呆れながら見ると 勢いで梅の花びらをちらちらと巻き込んできたのはけまりに使うマリであった日頃から創造シートも持っていたし折りやしく水晶のことで無感化しているところだったからフラチな女どもと金之助はマリを拾うやよし武家の作法を教えてくれよカあ,あ梶原様ええ止めるな窓へ足をかけてさっと庭へ蹴下りる 足を上げて黒塀の一部を蹴り離したバリバリッと言って引き裂ける隙から中へ踏み込んでみると一面の梅林でその向こうに広庭が開け七八人の奥女中たちが呆然と立ちすくんでいるこの周りは貴公たちのものか金之助は声いっぱいにう目めきたてた貴公たちの周りかそうでないのか わめきながら23歩踏み出した時女たちの後ろから一人の少女が進み出てきた髪形と衣装ですぐ後期の乙女だということが分かった年は十七八であろう素晴らしく美しい金之助は一目見るなりまるで打たれたように大きく目を見張りながらたじたじと下がった「お許しくださいませ」。 乙女は意の備わった小姉で「はしためたちが戯れのけまりでございます」「お住居をお騒がせいたしましたでしょうか」いえいや別にその私から部長法をお詫び申しますどうぞご勘弁なさいまして決して決してその儀は金之助はひどくんをついたそのごえしゃくではかえって痛み入ります。 拙者としては、ただ、その、ま、周りはお返しに参ったばかりなので、足から、どうぞ。平を蹴破って、周りを返しに来るやつもあるまい。顔を赤くしながら、しどろもどろに、それだけ言うと。周りは相手に返して、逃げるように、外へ飛び出した金之助。引き裂けた板をそっと押し付けておいて。汗を拭きながら、家の中へ入って。 どうなることかとハラハラしていたおつゆは無事に済んだのでほっとしながら「まあよく穏やかに済ましていらっしゃいましたことあまりご様子が激しいのでどんな間違いになるかと美しい実に美しい人だ金之助はうめくように言った晩年ぐらい出てくるかと思ったらいきなり姫君のお出ましで」。 さすがのも兜を脱いだよあの美しさにはまさに敗北だそんな美しい方でしたの梶原金之助26歳の今日までついぞかつて女などを目についた覚えはなかったしかし今日こそ初めて美しい人を見た世の中にはあんな美しい人もいるものかと思うと 目の覚めたような気持ちがする「私も拝見すればよろしゅうございましたこと」。おつゆは寂しそうにつぶやいた彼女は自分が美しい娘ではないと信じている生まれも育ちも卑しいし孤児だし再現のたしなみもないことを知っているだから眼前で他人の美しさを褒められることは何よりもつらかった。 ことに金之助の口から聞くことは悲しかったおつゆは危うく涙があふれそうになるのをそっと隠しながら言った「あの釣りにお出かけなさいましては」「うん行こう今日は浅い先がいいからきっと大量に違いない酒をたっぷり買っておいてくれ」「金之助の目は生き生きと輝いていた」3 今日もまた金之助は日が暮れてから空のびくを下げひどく酔って帰った路地を入ってくると自分の家の表に浪人亭の男が2人立っているそれを押し抜けて入ると家主の松兵がおつゆと何か話しているところだった「これはおかえりなさいまし」「家主かなんだ表に来ているのは」「お帰り遊ばせ」 おつゆはかいがわしく釣り道具を受け取りながら「あのこの家を釣っていただきたいと申すのですけれどいやわしがお話申すよ」。松兵衛は愛想笑いをしながら「まことに勝手なお願いでご立腹かもしれませんが向こう側に空いている方へお釣りをお願いませんでしょうか」。「実は表に来ておいでのお武家様がぜひこの家を借りたいというお話で」。 も倍増というああ駄目だ断るぞ金之助は上へ上がりながら二目もなく断ったたとえ貸し屋でも一旦借りた以上は拙者の城郭だ訳もなくおいそれと明け渡すことができると思うか第一ここは隣の梅がよくにおうし胸外れで感性でもある移ることはならんぞそうでもございましょうが こちら様もせっかくのごこん棒で挨拶も申さず失礼ながら浪人者の一人が進み出て司祭あって是非この家をお消防をつかまつりたいご迷惑でござろうが曲げてお移れ願えまいか結構何だいやご立腹では恐れいるがいかにも立腹だどこの何者だか知らんが 第一そんなにこの家を望むのは不審だぞ。司祭があるというその司祭を聞こうではないか。ここの床下に金の延べ棒でも埋まっているのかそれとも他にもっと深い悪だくみがあるのか。はあ <laughs> いやそれほど仰せられるならば強いてはと申すさの。我々は向こうを借りることにいたしますから。待てユに寄すというのも怪しいぞ。 してさようなことはござらんいずれ改めてご挨拶に参上するごめん相手はすっかりおじけづいた様子で家主をせき立てながら立ち去った金之助はその後へぱっと唾を吐いてだらしのない子死ぬけどもせっかく売った喧嘩をもらいもせず尻尾を巻いて逃げいるとは浪人の値打ちも下がったもんだ すぐ午前の支度をいたしましょうかおつゆは逆らわぬように言った酒を飲む召し上がっていらしたのではございませんか飲み足らんつけろ金之助はどかっと座ったがふと床に生けてある梅を見つけて「あの梅はお前の定型か」と聞いたおつゆは慌てて「あ <laughs> 申し上げるのをすっかり忘れておりました」。 お出かけのすぐ後で隣のお屋敷からお女中が届けてまいりましたんですの隣からお姫様がおひとし遊ばされているおぼろよという目とか先日の部長法のお詫びに一だ、お笑いうさにという工場でえそれからこの短冊がそれてございましたどれみせ 受け取った短冊には美しい筆跡で「我が宿の梅の初花先に蹴り」「待つうぐいすは」「などかきなかん」と金回衆の一種がしたためてあった歌の意味は悲しく頼りなげなものだどのような身分の人であるか知らぬがあの美しさで広い邸宅に住み 多くの女中たちにかしづかれながら何を悲しげに待つというのであろう「待つ無意数は」などかじっと短冊の文字を見つめている金之助の横顔からおつゆは悲しげに目をそらしながら主公の支度に立った金之助は前後しらえが済むまで短冊を手から離さなかった どううぞ召し上がって。うん。「今日は良い日並みでしたのに一瓶もお釣りになりませんでしたの?」。おつゆは勤めて微笑しながら給仕に座った。しかし金之助はその笑顔には目もくれず「使いの者は他に何も言わなかったか」。はい別に何も。どうも訳ありげな歌だ。 金之助は短冊を置いて酒を飲み始めた。おつゆは話題をそらしたい様子で。今日はどちらへおいでなさいました足場の菓子だ。この酒は味が変わっているではないか。お口に合いませんかまずい。では買い揃えてまいりましょう。あ、それには及ばん。少し考えたいこともあるから外へ行って飲んでくる。 金を出してくれ。金之助はぷいっと立った。イオン。おつゆは青ざめた顔を伏せたまま動かなかった。金之助は不審げに、どうしたんだ。金も出してくれないのか。金はございませんの。ないまだ月の半ばにもならぬのに、もうなくなってしまったのか。 先日杉井様に差し上げたのがおしまいでございました。そんならおじにそう言って。いいえ、おつゆは静かに表をあげて。おじさまの方は去年の暮れからおつゆがお断り申し上げてございます。なんだと、それはどういうわけだ。金之助はむずっと座った。おつゆの表情はかつて見たことのない強い意志に引き締まっていた。 それはおじさまからのおし送りがある限りあなたのお身が決まらぬと存じたからですこのままではあなたのご才能が朽ち切ってしまうと存じたからでございますおつゆお前金之助になれて差し出がましいことを申すぞその叱りは後で伺いますおつゆは驚くほど冷静に 私はあなた様の召使いでございます。決してそれ以上に慣れた考えはございません。けれど、あなた様は間違っていらっしゃいます。歯官の口にしましても、200国以上でなければならぬといつもおっしゃいますが、主家様に頼むに足りないなら、足軽でも結構ではございませんかしら。 拙者に生涯足軽で終われというのかご出世はそれからのこと。あなた様なら決していつまでも埋もれていらっしゃるはずはございません。太后様も草リ取りからご律審へ遊ばしたではございませんか。バあを言え、あれは戦国の世のことだ。太平の今日、そんな夢が見ていられるか。お言葉ではございますが。 戦国の世にも草利取は何千人といたはずですけれど太閤殿下と言われるまでに出世をなすったのはお一人でございます太平の世だから足軽は生涯足軽だというお考えは万人が万人考えることではございませんかおつゆはあなた様をそんな人たちと同じお方とは思いません あなた様もそうはお考えになりませんでしょうか王子様のお仕送りをお断り申したのは差し出た仕方でございましたまた愚かな身でご意見がましいことを申し上げてさぞご不快でございましたでしょうどうぞお許しくださいませもうよい黙れはい床を取ってくれ寝る 金之助は背いたた。まま立ち上がったおつゆが次の前屋具を並べるのを待ちかねて金之助は母に叱られた子供のように潜り込むと布団を頭からひっかぶって目を閉じたいろいろな考えが胸いっぱいに渦巻いている日頃あんなにおとなしいおつゆのどこに今宵のような強い意志が潜んでいたのか しかも言い回しこそをつたなけれこの言葉は的確に真実をしとめていた草利取りは何千人もいたが太鼓はただ一人しか出なかったというその一言は金之助の胸をズバリと立ち割ったのである「そうだ俺はバカだった金之助は闇の中で唇を噛んだ」 待望ある者がろく高怨慮するなどとは不心得だ自分の腕に覚えさえあれば足軽仲間からでも出世はできるはずだ二百石を望むのは己の才能を自ら二百石に売るのと同じではないかしかもそれは叔父の仕送りがあるからこそ言えたのだ、はあ物事がはっきりと見えてきた。 中でもおつゆの姿がまるで今初めて見るかのような鮮やかさで眼前の闇に浮き上がってきたおつゆ金之助が突然と闇の中から呼ぶはあはいおつゆの声は妙にうろたえていたおじの方を断ったのは去年の暮れだと言ったようだなはい 今日までどうししてて過ごしてきたのか。「それはあのつつましくいたしまして2人だけでございますからそうか金之助はしばらく黙っていたが明日は萩を訪ねるぞそれから当分酒はやめだおつゆは静かに微笑んだそして目にいっぱい涙を浮かべながら 何度も一人うなずいた。「隣の部屋からはいつか金之助の健康な寝息が聞こえ始めた」「おつゆは安んの火をかきたてながら一度何度へ押し入れておいた風呂敷包みを取り出して広げた」「中からは赤や紫や緑の美しい紙片が現れた一文風車の内職である」 この正月から暮れのたしに金之助には知らさず、よごとよごとおつゆは風車をすっていたのである。これで今夜からおつゆは胸の中でつぶやいた。本当にこの風車がお役に立つようになった。五。それから二日目に例の老人者二人は 前の空き棚へ移ってきたが恐る恐る挨拶にやってきて金之助の態度の変わっているのに驚いた実のところあの明くる朝から金之助はがらりと変わったおつゆが食事ごしらえをしている間にほうきを持って路地の掃除をしたりもっと変わったことは朝食が済むとすぐ 隣町にある剣道道場へ出かけて行ったことだそして昼近くに帰った時には高穂と手首をひどく赤くはらしていた「ああひどいどう遊ばしました」おつゆが驚いて聞くと「いやあ何でもない」さすがにいささか気恥ずかしげに「萩井に頼むにも腕が穴まではいかんと思って」 久しぶりに竹刀を持ってみたのだが武芸というものは恐ろしいしばらく怠けている間に自慢の諏訪ハがすっかり腐っていたそんなにひどく晴れてさぞおいたをございましょう何かお薬をあいや大丈夫これは薬をつけるより叩き固めるのが早道だしかし驚いたよ こんなに腕が鈍っていようとは思わなかった。当分、みっちり鍛え直しだ。箸を持つのも痛そうに、ご飯をかけ込むとすぐ、金之助は再び道場へ出かけていった。おつゆの一言を肝に銘じた金之助は、こうしてまず腕から仕上げ直すため、半月ほどはほとんど道場がよいに夢中だった。 元より諏訪派の剣を取っては抜群の才を持っていただけに心を打ち込めば更生するのも早くやがてその道場では誰も手に立つ者がいないまでに腕を取り戻したかくて二月も終わりに近づき世間は雛の支度に春めいてきたある夜半のことぐっすり熟睡していた金之助は 「何かただならぬものの気配を感じてふと目を覚ました」「しんと寝静まっている夜のしじまの中に雨戸をこじ開ける忍びやかな音が聞こえる」いや「やっと起き上がったがこの貧乏長屋を盗賊の狙うはずもなし何者であろうと体験を取って壁際へ身を引い 雨戸が巧みに外された。星づくよの穂のあかりを背にして厳重に身ごしらいをした武士が一人二人三人五人足音を忍ばせながら座敷へ上がってくる前へ越してきた浪人どもだな金之助は息を詰めたさてこそ何か思才があるぞ。 もし自分を狙うのなら一打にと体験の恋口を切ってじっと身構えたしかしそうではなかった彼らは誰も気がつかぬと見えてか中の間を通り抜けて窓へ行くとそこでも音のせぬように雨戸を開け互いに合図し合いながら一人ずつ庭へ降りていった数えると8人である 金之助は初めて分かった。「そうか彼らは裏の屋敷を狙っていたのだそれであんなにこの家を借りようとしたのだなやはり盗賊の群れに違いな」うなずくとともに素早く窓から庭へ降りいつかけ離した塀の破れからすっと屋敷の中へ身を入れ ところが、そこには二人の男が張り番をしていたのである。金之助が入るのと、二人が抜き打ちに左右から切りつけるのとほとんど同時であった。えい、おだっと激しく体がもつれた。必殺の剣をどうかわし、どう切ったか。二人の男は悲鳴とともに転倒し、金之助はだっとのごとく広庭へ走り抜けていた。 屋敷の胸をめがけて地層30歩披広縁の雨戸が外れていて屋内にけたたましい教官と床を踏み鳴らす音が聞こえる金之助は跳躍して広縁から座敷へ踏み込んだそのところにはこの家の,の井侍と見える若者が3人例の浪人3名とすさまじい死闘を演じている「己盗賊」。 わめくと同時に走り寄った金之助はいきなり人をたっと背から切り離した「ご女性捕まつるぞ」あ「あ浪人者が驚くより早く殿井侍の一人が引きつった声で「お願い申す」「奥に姫が」「いや姫のお命を狙う漢族でござるここは構わず奥へ姫をお願い申す」「心得た」 金之助は叫ぶなり、襖を蹴放して奥へと入った。壺根口を入って、ほのじろく火の灯った神殿にかかる途端に、四五名の腰元たちに囲まれて、姫が転げるように走ってくるのとばったり会った。姫、ご飯と遊ばせ。金之助は叫びながら一歩出た。梶原金之助、ご守護を捕まつります。 おうそなたは早く腰元しゅう姫をあちらへ押し合っておいて殺到してくる教官3名の前金之助は完全と立ちふさがった6おつゆ、起起ききるるんんだ、起きるんだ。恐ろしく元気な声で呼び起こされたおつゆは寝過ごしたのかと驚いて起き上がり中の間を覗いてみると 窓はまだしらみかかったばかりというのにあんの光のもとで金之助がせっせとにごしらえをしている「もうあとは遊ばしました」「まあ早く起きてこいいよいよ金之助も世間へ出る時が来たぞお前が寝ている間に素晴らしいバンクロースがあったんだなんだかまるで分かりませんがおつゆはあてばく着替えをして出た」 裏の信濃の,の国で4万8千億の大名の姫君だいやその姫君の隠れ家だったんだ詳しいことはわからないがご性室と彰福と2人の姫がいてお決まりの家督争いということになったらしい裏におわすのはご性室の姫で。 去る大名の五二男が養子として入り婿することに決まっているのを「笑福の姫」を盛り立てる一味が「そうはさせじ」とお命まで狙い始めたそこで姫君は「松姫」とおっしゃるのだが「のの収まるまるで安全な場所へ身をお引き遊ばしていたのだそう早口におっしゃっては私にはよく分かりません。 後でゆっくり考えればいいよ拙者もあらましのことしか知らないのだそれでつまり姫君はここへしばらく隠れていらしたのだが事態不利と見た招福方の姉んどもはついに非常手段を訴えて一挙に姫を視察し参らせようと踏み込んだのだそれは裏のお屋敷でございますか しかかも一時ばかり前のことだ。まあ拙者は盗賊だと思って駆けつけたのだがうまく間に合って姫君は小口切り込んだ乾物は残らず切り伏せてやったちっとも存じませんでしたすぐ帰ろうとしたが奥家老が出てきて是非とも随身してくれという話よ。 姫君も世に出るまでの主語を頼むという仰せで当分は無録のご奉公と話が決まったそれは何よりな夜が明けるとすぐ麻布の中屋敷へお立ちのきだそうで拙者も一緒にご警護をしていかなければならぬおつゆの顔がさっと青ざめた金之助は話の間に身支度を終えて ところでとい直ったこれでやっと拙者の体は決まったがお前はこれからどうする私マツメのところへ帰ってもあの隠語じじいと一緒の暮らしはつらかろうがよろしゅうございます私のことならよろしゅうございます。おいは明るく笑いながら しかし、しどろもどろの声で言った。実は私も考えていました。いつかお話申しましたでしょう。尾張の際におばが一人ありますが、そのおばがこちらへ来るようにと何度もそう言ってよこしたのです。私、実はもう行くからと返事を出してあったんです。そうか、それなら安心だ。 金之助はうなずいて懐からふくさ包みを取り出しその中の小判を数枚掴んで差し出した急ぐので礼も満足には言えぬ長い間よく面倒を見てくれた何も言わぬ本当の寸死で恥ずかしいが支度金としてもらってきたもののお裾そ分けだ取ってくれええ、そんなとんでもない 辞退するなら恨むぞおつゆはい信じてくれるか金之助は小判と共におつゆの手を持って添えていった金之助はな何千人の草り取りの中のただ一人になってみせるぞはい身分の栄達はせずとも心だけは必ず太鼓になってみせるぞ わかるか。<laughs> おつゆは高々かかと笑ったおかしゅうございますわ今更そんなことをおっしゃるなんて初めから分かっているのではございませんかさ置おいで遊ばせ朝日と一緒に門出をなさるなんてご運めでたい随所でございますではさらばだ健康を祈るぞ あなた様もどうぞ」と言ったが「あしばらく」と背へすり寄ってお襟が折れておりますから声の明るさとはおよそ逆にわなわなと震える指で折れてもいない襟を静かに正しその手をそっとたくましい肩へ滑らしながら「はいよろしゅうございます」。 いうとともに上がり鼻へ崩れるように座ってしまった四半時かっこ三十分の間もない別れであった夢のようなとはこのことであろう金之助の遠ざかりゆく足音を聞きながらおつゆは呆然とつぶやいていた風車風車が回る 7それから5日目の朝馬上の武士が家主松兵衛の家を慌ただしく訪れた道があるように立派になった梶原金之助である「松兵おつゆはおるかおお、これは梶原様おつゆはどうしたまだおらぬか何かあれが不落ちでもいたしましたか いや実は私も腹を立てているところであなた様がお立ちのきなすったすぐ後とふいと出たまま行方が知れません。孤児だと思って今日まで5年も面倒を見てやりましたのにまるで恩も義理も知らぬ畜生でございます。終わりの罪に和があるとか申したがそれへ参ったのではないか ででらめでございます。何の終わりどころか天涯きっておばんも親類もありません何しろ虫も殺さぬ顔をしてあんなやつとは知りませんでしたよまったく考えると腹が煮えてとめどもない情舌を後に呆然と表へ出た金之助は馬の口を取りながらくっと空を仰いでつぶやい おつゆお前どこにいるんだなぜ金之助を見捨てたんだあの時は何の気もなく別れたが別れてみて初めて分かったぞ金之助にはお前がいるんだそれはお前が一番よく知っていたんじゃないかおつゆお前は金之助を捨てて平気なのか 棒だたる涙が金之助の方を濡らした彼の仰ぐ空に白雲が一つ春光を浴びて西へ西へと流れていた「そうです私は笑って門出はお祝い申しましたもし泣きでもしたらあの方はきっと芝西窪の松恩寺の門前に 一門風車を作って売るささやかな棚があるその女主人が通い内職に来ている若い娘たちを相手にしめやかな話を続けていた「きっとそのお武家様はお前を嫁になすったことね」「娘の一人が言ったどうして一緒にいらっしゃらなかったのそのお武家様もきっとお前を思っていらしたのだわ」 私はできるだけのことをしました。癒しい生まれつきで愚かな女でしたけれど、いくらかはお役に立ったと思います。それでいいのです。あの方が世に出れば立派なお武家様です。私のような者がいては、ご出世のお妨げになるかもしれません。たとえ妨げにならずとも、私は自分で自分をよく知っています。 そしてやっぱりお別れしてよかったと思いますそれではあまり悲しいじゃないのね皆さん初めのうちはと女主人は目を閉じていった私も泣いて泣いて泣き暮らしましたでも今ではその涙が私をこうして落ち着かせてくれていますお前方は気づいてはいないかしら 何でしょう何かありますの毎月17日にはこの棚を閉めて休むでしょそれはね笑わずに聞くんですよ。女主人は微笑しながら「あの方がご主人のご命題でこの松陰寺の御三景においで遊ばすんです」。まあ娘たちは行然と目を見交わして叫んで。 知らななかったわひどどいおかみさんどんな方ですの教えてお馬に召して女主人は歌うように言ったおやりを立ててあの頃より少しお太り遊ばしてでも目は同じようにまるで子供のようで立派な立派なお姿なんです。 私は窓の中からそっと見ている。そっと。もう悲しくはない。千人の草利取りの中からあの方はただ一人のお人におなり遊ばした。これでいいんです。女主人はぽっと頬を染めながら軒下の青空を見ていた。 笠車が回る。傘車が。5年後の秋のことであった。